さあやっていこうか。一晩寝たんで今日も元気なはずです。ということでセブンスアニバーサリーツムツム7周年記念セブンスアニバーサリーですもうやっぱりダメかもしれない。ということでね、今日は一発目ですね、奈良ライオンキングよりということでね、シンバの彼女から奥様になられる貴重な貴重な存在でございますね。やっていきましょう。高得点シンバが出るということなんでね、シンバも一緒にやってもらいましょう。ちなみにね、あの新しいなんていうか実写というか CG バージョンのライオンキングを見た時なんですけど、すげえね、あの白生タタのシーンがすごく好きで、何かっていうと白生タタ歌い終わった後にもう一回歌おうぜってシンバが言った後にもうやめとけってティモンが言って、もうあれ歌い始めてからもう200キロも大きくなってるよっていうプンバのセリフがめっちゃ好きなんですよね。あーいいね、わー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 、なるほど、これってシンバのレベルも上がるのかな。そんなことはないですよね。へえ、ラブラブしてんじゃん。今の曲の、今走ってるシーンでね、Can You Feel the Love Tonight を流してほしいですね、ぜひね。確かサークルオブライフを流すシンバのツムがあったんじゃないですかね。どうなんですかね、もうちょっと覚えてないんですけど、シンバのツムを持ってて、シンバって割とこう、広範囲で消してくれるツムだったりするんで、それでね、また、確かね、レベルが結構上の方にいたんで、また紹介ツムでね、やっていこうと思ってます。にしてもあれだね、高得点なのかと、あ、でも意外と100万点を超えてますね。僕レベルでちゃんと100万点超えてくれてるんだったら、まあまあな優秀なツムだと思います。はい。ね、なんかこう、昔を思い出してね、青春を思い出して、こう、彼女と、もしくは彼氏と駆け回った時を思い出したいっていう方はですね、このツム使ってもらえるといいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。はい。なんか、あれですよね。カップルのキャッキャウフフを思い出せる、そんな感じですよね。はい。結婚するとこういう会話になっちゃうんですよね。もっと、いや、なんだかんだで僕ね、まだね、こんなあれですけど、20代ですからね、ギリギリ。うん。懐かしいな。キャッキャウフフで走り回ったことはないんですけどね。あ、でももう優秀優秀。うん、200万点素で取れましたし。で、あれですよね。なんだっけ。コインも1000コイン超えてるんで。はい。なかなかならやっぱいいと思いますね。ということで、また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。